ホッセム条約は1673年6月6日に締結されたフランス王国とブランデンブルクプロイセンの間の条約。これは単独講和条約として仏乱戦争におけるブランデンブルクのオランダへの支援を終了させた。名称はフランデレン地方テルビューレン近郊のホッセムにちなむ。レース要塞の地図1651年。 フランスへの対抗として1668年に結成されたイングランド王国、スウェーデン帝国、ネーデルラント連邦共和国の三国同盟だったが、1670年のドーバーの密約により早くも解体した。イングランドとスウェーデンはフランス側に倶り替えした。マクシミリアン・ハインリッヒフォ・ホンバイエルンのケルン、剪帝公領やクリストフ・ベルンハルト・フォンガレンのミュンスター市教領を、 はじめとする複数のドイツ諸公もフランスと秘密条約によって結ばれており同国と同盟した。他の両方は新生ローマ帝国の一部に対するフランスの要求にあえて対抗しなかったのである。こうしてオランダの同盟者はブランデンブルク戦抵抗フリードリ・ヒビルヘルムしかおらず、両国は1672年4月26日に同盟した。その裏には オランダの将軍権プロイ占領、クレーベ総督であるヨハン・マウリッツ・ハンナ・サウジーゲンの暗躍があった。フリードリ・ヒビル・ヘルムはオランダからの資金援助と引き換えに兵力2万人を持って、同国を支援するよう約束した。彼は神聖ローマ皇帝レオポルト一世の指示も得た。しかし、とりわけ宮廷顧問官会議議長、ベンツェル・オイゼビウス・フォン・ロプコビッツが自身をフランスに、 味方させようと試みていたため、レオポルト一世の態度は定まらなかった。すでに1670年から不当に、ドレーヌ公国を占領していたフランスは、時期が到来したと見て、仏乱戦争開戦に踏み切った。フランス軍は、ユトレヒト州、ヘルダーラント州、オーファーアイセル州を占領し、アムステルダムさえも脅かされたのである。 フリードリ・ヒビル・ヘルムがハルベル・シュタットで戦備を整えて、待機し、帝国軍との交流を待ったが、ライモンド・モンテクッコリ率いる帝国軍は1万7000人しかいない上に、緩慢にしか進まなかった。このように戦力は乏しかったものの、フリードリ・ヒビル・ヘルムはこれでドイツを荒らし回っている、フランス軍を追い出せると確信していた。しかしモンテクッコリは、モーゼル側に進んで、 フランス軍の補給線を切断することを要求、フリードリ・ヒビル・ヘルムも折れるしかなかった。すると、マインツ戦定港トリーア戦定港プファルツ戦定港が、フランス軍を恐れて、帝国軍の通過を拒否した。帝国軍は、長い迂回路を経由してライン側に到着するほかなかったが、トュレンル支策とコンデコーの軍勢に対抗できないという、懸念から進軍を停止したため、 何の成果も出せないまま投影に入った。フリードリヒビルヘルムは、その間に、ベスト・ファーレンの領地が、敵軍に占領されたことを知った。レオポルト一世には見捨てられ、オランダもブランデンブルク軍の実質的な援助を、得られなかったため資金援助を拒否した。その結果、フリードリヒビルヘルムは、やむを得ず、フランスとフォッセム条約の締結を決意した。 彼はオランダにこれ以上固いでしないことを約束したが、フランスが神聖ローマ帝国を攻撃する場合には、これを防衛するとした。フランスは、ベーゼル要塞、リップシュタット、レースの要塞を除いて、クレーフェ公国、民伝公領、マルク伯領、ラーベンスベルク伯領のすべての占領地から撤退しなくてはならなかった。さらに同国は、 フリードリヒビルヘルムに80万リーブルの支払いも約束したが結局支払うことはなかった。1674年夏、テュレンヌがプファルツ選定公領に侵攻したため帝国議会はフランスを帝国の敵と宣告することを余儀なくされ8月23日にはブランデンブルク選定公の派遣軍が新生ローマ帝国軍に配備された。 これによりフランスはスウェーデンをそそのかして1674年12月25日にブランデンブルクに侵攻させた。ありがとうございます。